やっほー、こんばんは、ななみです。今日はなんかもう寝る前とかにゆったり見てもらえたらいいかなみたいな動画なんですけど、ベッドの上で恋愛系のお話をねしていきたいと思います。ラフな感じ、まだこれね一回も着てないやつだから安心したい。外に着てってない服だからあんまりね恋愛系のものっていつもの質問コーナーとかでも答えてなかったかなと思うので答えていきたいと思います。ではまず1問目、はい。最初は、不倫されたら許せますか。あ、もう一つ来てるんですけど、不倫を見つけてしまったら泳がすことができますか。私は無理です、即ぶっ飛ばす私はなんか遊びじゃなくて心まで行っちゃった場合は身を引いた方がいいのかなって思うんですけど、そうじゃなくて体だけというか、もうその一瞬のなんかそういうので浮気不倫をしてしまったっていう場合は私は多分許せますね。なんでかっていうと、本当に長い目で長い目で見るとこの人生ってすごいやっぱ長いし、不倫で離婚したとしてもなんかさ、やっぱりシングルマザーに対してまだこうあれが追いついてないじゃない。例えば保育園に預けてで働く気に出るってなったとしてもさ、保育園料もめっちゃ高いしさ、自分の手元に余るお金とかもさ少なかったりとかさ、やっぱり時間がなかったりとかっていろいろあるかなって私は思うから、確かに不倫されるとなんかもうね一生思い出すし、問い詰めたくなったりとか責めたくなったりとかすると思うけど、私はこの気持ちのない不倫だったり浮気をされたっていうだけだったら我慢します。うん、私が我慢をすれば表上はねやっぱりなんだろう、幸せな感じを子供には見せれてるから、親同士がこう衝突してるのとか見るのって正直すごい辛かったんです私はね。見せかけだけでも私はなんか演じててほしかったなって今でも思うから、許せるになるのかな。こうやってさ許せるとかって言っちゃうとさ、なんかこうなんかこの人すごいみたいな感じに思われるかもしれないんだけど、そうじゃないからね、そうじゃないの。そこの人が見てたら別に不倫を許せる女が偉いってわけじゃないからな。ごめんなさい、うん、それは言っとくわ。なんか勘違いしないでほしいんだよね、男の人に。そこはいろんな思いがあって我慢して私は許せるっていうだけで、罪っていうものは消えないよって思うんです。はいはい、じゃあ続いて、既婚者を好きになったことがありますでしょうか。これはないですね。もう私は既婚者は結構もう論外っていうか、うん、なんか魅力を感じないかなまず男の人が既婚者でなんかまあ例えば別れるからみたいな、もううちはうまくいってないからみたいな言っても、大概は普通にね暮らしてる人たちなんですよ。それが現実だと思うから、ほとんどの場合が。だから私は既婚者はいくらかっこよくても全然なんか魅力を感じないです。芸能人とかは別なの。芸能人でお嫁さんがいる人、まあ、例えば私の好きだった赤西仁さんとかも既婚者だけど、そこは魅力を感じるのね。だけどなんでだろうね、なんか一般人だと別になんか顔がタイプであってもなんか恋愛対象には入らないです。まあ仮に好きになったとしても別にそこを攻撃しなければいいんじゃないですかね。なんか見ててかっこいいなとか、なんか話しててあこの人のこと好きだなとかって思っちゃうのってしょうがないかなって思うから、なんかそこでアプローチとかしちゃったらまた変わってきちゃうかなって思うんで、思うのはいいと思います。いやてかすっごい喉乾くんだけど、寝室、うん、じゃあ続いて、彼氏や旦那さんの携帯見たことありますかね、携帯ね私見たことありますね。で旦那の場合はお互いになんかそういうロックとかもパスワード知ってたりとかって感じなんで、なんか調べ物するとき Google で検索したいなっていう時とか、なんかほら近くに携帯がなかったら貸してみたいな感じで普通にやるし、見たこと全然あります。で彼氏の場合なんだけど、これめちゃめちゃ面白いからちょっと聞いてほしいんだけど、もうなんか当時は笑えなかったっていうか、本当にもう人生でなんかこんなにメラ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 もう言葉にならない怒りみたいなの感じたことなかったんだけど、私が同棲してた彼氏がいて、その彼氏っていうのがまあいろいろさ女性関係っていうのが結構激しい人で、もともと女の子と連絡取るような感じの仕事をする人だったから、それはもう重々承知っていう感じだったんだけど、私の携帯は絶対チェックするのに、自分の携帯はもういつもロック状態みたいな。でなんでメールが見れたのかちょっとそこは思い出せないんだけど、いつもロックかかってるんだけど、なんかメールが見れたんだよね、開いたら。
それでその時のなんか画面っていうのが衝撃的なんだけど、その人の元カノと、例えばさ、なんかいついつ空いてるとか、あこの部屋空いてるよとかって、そういうやり取りだったら女性と連絡取ってるけどセーフっていう感じだったのだけど、その彼のしてた内容っていうのが、あの、まあ、要はをした後の感想みたいな感じだったわけしかも普通のセックスってあっちの方もう一段階上のものをしてるプレイの内容だったわけですよ。で、私はもうそれを見て、なんかその元カノと連絡取ってたっていうプラスドン引きプラス、その最上級のプレイをしてたっていうので、もうなんか言葉が出なかった。なんか例えば緊張してすっごいなんかさ、血の巡りが良くなってる時の感覚ってあるじゃない。なんかそれに近いような感じで、全ての自分の血とかあらゆるなんかあれがもうドク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 ってなってるのが分かったの。もう怒りすぎて顔も痙攣し始めちゃうみたいなもうすごかったっけ。もうそれで私携帯をとりあえず見て、もう速攻その彼がお風呂入ってたんだけど、そのお風呂場に行って、もうお風呂場の前で待機してたわけ。携帯持ってもうなんかもう最上級の自分の多分なんか睨みみたいなのをしてたと思うそのお風呂のね前で待ちながら、私はもういろんなねこうシチュエーションを考えてたわけ。こうやって言ってきたらこうやって返そう、こうやって言ってきたらこうやって言ってやろうみたいなのがもうずっと頭の中にこう駆け巡ってて、結構な時間待ってたと思うんだけど、そいつお風呂すげえ長かったから、だけど待っててで出てきた瞬間に、おいこれなんだよみたいな感じで言ってそれでなんか問い詰めたことありましたね。何これみたいな、もうやっちゃってんじゃんみたいな感じの問い詰め方だったかな。っていうかその彼が多分特殊だったのかもしれないけど、マジで人の携帯見ていいことってないです。はい、特にそうやってもうなんか怪しいなって思っちゃった時点で見ていいことって絶対ないなないでも旦那は本当に女っ気がないというか、まあ、仕事柄もそうなんだけど全然安心してるんで、見ようと思って見ても多分本当に何にも出てこないから、 SNS もね全然得意じゃないし、疑うところが何もなくて、こんなに安心してていいのかなって逆に思っちゃうぐらいだからだけど、でも基本はあんまり人の携帯見ない方がいいのかなって思う。もちろん私も多分携帯見られて恥ずかしい部分ってすごいあるの。なんでかっていうと、そうやっぱりこう仕事柄写真めっちゃ撮るからさ、なんかフォルダを自分ばっかりみたいなさ自分連君みたいな感じになってくからさ、絶対気持ち悪いと思われんじゃん。これは忠告ですけど、あんまり見ない方がいいかなって思います。はい、じゃあ次、一目惚れ派ですか、それとも友達から好きになっていく派ですか。あー、これはね一目惚れの方かもしれない。顔で行くタイプなんで。はい、じゃあ続いて、これは相談系かな。元彼に LINE ブロックされて1年経ちます。突然の別れで未だに気持ちの整理がつかずに毎日思い出してしまいます。高校の同級生なので共通の友達はいるのですが、私の存在を拒否されているようで辛いです。ななみさんならどうしますか。家族や友達の前で明るく心配かけまいと明るくいますが、ふとした時涙が出たり辛いです。長くなってすいません。ななみさん大好きです。ありがとうございます。私忘れられない人っていうのがまあいないんですよ。え、これさ、元彼に LINE ブロックされて1年経ちますっていうのは、付き合ってる時に LINE ブロックされてっていうことなのかな。私はね、でも新しい恋愛を探すかな。なんかもう昔の恋愛を引っ張り続けても良くないかなって私は思うの。やっぱり新しい出会いでもう気分も変えてった方がいいと思うし、でもやっぱりふとした時に思い出しちゃって涙出ちゃったり、あやっぱりなんかすごい悲しかったなって思ったりとかっていうのは全然自由だと思う。これをずっと引きずって今後先、例えば新しい恋愛をできないとかってなるのってすごいもったいなくない？こっちはさ、なんか全然気にしないでさ、新しい、ね、道に行ってるのに、こっちの彼女の方だけなんか後ずさりというかさ、しちゃってさ、全然前に進めないみたいなさ。だから私はそういうのってすごいもったいないって思うから、もうどん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 いい恋愛をして、もう笑い飛ばせるぐらいになってほしいです。相談に答えられてるかどうかわからないんだけど、私は新しい恋愛をとりあえずするかな。
じゃあ続いて、12個下の男性に恋してます、恋愛対象になってもらうために努力すべきことを教えてください。あー、年下か。私年下好きになったことないからな。なんかアイドルとかは年下初めて好きになったんだけど、でも恋愛対象になってもらうためにはやっぱり自分磨き大事だと思うし、あと同い年とは違うぞっていうのを見せなきゃいけないかなって思うから、やっぱ少しこう大人な対応とかができるといいかなって思います。私だったらなんかこうちょっと落ち着いた感じで、対応するかな。あ、でもタイプによるよね。キャピキャピした女性が好きかもしれないしさ、すっごいこう大人しいというか、気品のある感じの女性が好きっていうタイプとかいろいろあると思うからね。だけどまあとりあえず自分磨きっていうのをしっかりした方がいいかなって思います。続いて、男性に話しかけられたりするとすぐに自分に気があるかもと勘違いする癖を直したいです。どういうこと？これは、まあ、癖だからね、なかなか直んないと思うんですけど、まあ、とりあえず自分の気持ちを落ち着かせてほしいです。はい、でもいい意味で捉えるとさ、これさ結構自分がかなり明るくポジティブでいれそうじゃない？続いて、旦那さんのどこが一番嫌いですか？嫌いですかパターン。嫌いっていうか直してほしいなって思う点があって、これどっかで言ったかもしれないんだけど、例えばショッピングモールだったり遊園地とか行った時にお手洗いに行くじゃないですか。でお手洗いに行って、まあ、女性なんで例えばちょっとリップを直したりだとかあるじゃない、メイクルームみたいな。でさ、直したりするとちょっと時間がかかっちゃったりとかっていうのあると思うんだけど、旦那がさ、私が出てきた瞬間にさ、あのクソって聞くんですよ。あのさみたいな。例えば私が仮にその台の方だったとして、うんそうだよとかさ言うわけないじゃん。ないでしょ。しかもその聞く時の声がマジででかいの。普通に周りの人がパッてこっちを見るわけよ。え？みたいな。私の回答までしっかり待っちゃってるわけ、その聞いてる人も。もうそれが私本人にも言ってんだけど、やめてって言ってます。あと、あ、ごめん、これ一番だから言わない方がいいのかな。他にちょっとあるんだけど、スパゲッティを食べる時にすするのをやめてほしいの。あのスープ系のパスタとかだったらまあまあまあしゃあないと思うんですけど、普通になんかミートソーススパゲティとかなんかナポリタンとかっていう時にスルスルってそばじゃないのに吸う時がすごいあるのね。私すごいそれが気になっちゃって、別になんか友達とかやってても気にならないんだけど、なんか旦那となるとすごいそこが気になって、それをやめてほしいなって思います。直してほしいです。はい、じゃあ続いて、浮気されたことありますか？あのさっきも言ったんだけど、浮気されたことあります。あのまあされたって言っても一人の人しかされたことないんですけど、なんかもう毎日が浮気パラダイスみたいな感じで、私は家政婦として置かれてたみたいなような感じのなんかポジションであって、お金も持ってくるし、なんかほら身の回りのことやってくれる人みたいな感じで思われてたんかな。なんか知らないけど、もう病気だったんですよね、前のその彼氏は。旦那に前の彼の話とか聞かれることあるんだけど、もうなんか相当な人だねみたいな。俺の周りにそんなにひどい人はいないって言われるぐらいひどいらしいです。なんか今私こう結構幸せそうに見えてるかもしれないんですけど、昔は本当にいろいろありました。あんまり話すことじゃないかなと思うから話してこなかったけど、ひどいです本当に。いい恋愛っていうのをしてこなかったかな全然。浮気するときはね、しっかりこう相手にバレないようにやってほしいなって思いますね、やっぱ傷つくんで。はい、じゃあ続いて、付き合って1年ちょいの彼氏がいます。同棲、結婚の話が出ません。どう話しかけるべきですかね。まあ年齢にもよると思います。1年ちょいの彼氏で同棲とか結婚の話を持ちかけてくる人って割とそんなにいないんじゃないかな。だからそんなに焦る必要はないかなって思うんですけど、将来のある話っていうのを持ちかけた方がいいと思います。なんか別に結婚しようとかそういうことじゃなくて、例えば未来像みたいなものを話してみる。おじいちゃんとかおばあちゃんになった時にこうだったらいいよねみたいな話とかをするっていうのはどうですかね。同棲してもらえてなかったら、同棲とかしたらさ、冷蔵庫とかどういうのがいいみたいな、缶のビラクタイプがいい、それともこっちでこう焼けるタイプがいいとかさ、なんかいろいろあると思うんだけど、そういうたわいもない話を
して、なんかそっちの方に持っていくっていうのはどうだろう、なんとなく家具の話とかしてみるみたいななんかそんなに重い感じじゃないじゃん、家具の話してるのって。じゃあ続いて、バツ2の彼氏と結婚するか迷う、1年以上経つけど日に日にラブラブ。原因にもよるよね。どういう原因でお別れしたのかっていうのは、もちろんこの帰ってきてくれた方は分かってるかなって思うんで、結婚するってなるとしたらやっぱりそこの理由は絶対聞いといた方がいいかなって思うから、そこの理由は絶対に聞いておくこと、で何に迷ってるのかっていう話が、まあ、書いてないからあれなんだけど、1年以上経つけど日に日にラブラブっていうのはまあいいことなんじゃないですかね。結婚したいんだったらもう勢いで行っちゃってもいいと思うかな。もし そこに子供とかが関わってきちゃうとちょっといろいろ大変かなって思いますけど、結婚しないでそのままでいていいって思うんだったら別にしなくてもいいし、そこは自由でいいと思います。続いて、付き合っても短期間でいつも別れてしまうのですが、どうしたら長く付き合えるんですか。私もそうなの。私長く付き合ったことが本当になくて、まあ、1年ちょいとかしかないから、私も長く付き合えるあれを知りたいんだけど、でも今の旦那は、まあ、付き合って本当短い期間で結婚して、今結婚して9年になるんですけど、初めてね自分がここまで長く続いたっていうレベルだから、お互いがちゃんと必要不可欠な存在であることっていうのが必要なんですよ。私も今旦那、まあ旦那じゃなかったとしてもやっぱりなくしたくないって思える存在だし、まあ旦那もねそうやって言ってくれるから、何かその相手に自分といるとすごく居心地が良かったりとかっていう、そういう風に思ってもらうのが大事だと思います。続いて、初めて付き合ったのはいつですか。これは小学生の時に、小学何年生だ、4年生とかかな、になんかもう付き合うとかって言っても単純に手つないだりとかってだけですけど、小4が初めてかな。私は足が速くて明るかったから、多分自分で言うのもなんだけど、モテてたんだと思います。それしか理由がないんじゃないかなって思うぐらいお顔はやばかったです。続いて、旦那さんと出会った時、この人と結婚するって思いましたか。全然そういうのはなかったと思います。私のお客さんだったんで、お客さんとして見てたんだけど、ただそのお客さんの中ですごい私に対してグイグイ来なかったというか、この人は私のことどう思ってんだろうって逆に気になったからな。出会った時は何回か会ってる時にそう感じたから、その結婚するっていうのは思わなかったですね。続いて、何人とお付き合いしたですか。何人と付き合ったかとかって私全然覚えてないですよね。もう旦那一人ってことにしといてもらってもいいですか。もう本当に覚えてないんだよ。でもなんか自分の人生的に彼氏がすごいいなかった期間っていうのがなかったかなって思います。続いて、愛されるより愛したい派、それとも愛するより愛されたい派。私はね、愛されたいです。はい、愛された方がやっぱり嬉しいですし、やっぱ余裕感とかも出てきて色気出ます。愛されてる人の方がね、なんかね、私はね、見てるとね、色気があるなって思いますね。すごいこう自分の方が好き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 って頑張ってる方もすごく魅力的なんですけど、そう感じます。じゃあ続いて、嘘をついて職場の女の家に行っていた、3人だったけど女2人と男1人で、嘘つくのが怪しすぎる。あ、もう嘘をついてる時点で私はもうアウトなんで、黒と私は認定しますね、その時点で。はい、黒です。続いて、4年付き合ってる彼に対して好きかどうか分からなくなってる、ななみさんならどうしますか。私は別れます。別に4年付き合ってるからどうこうとかじゃなくて、単純に好きかどうか分からなくなった状態で相手にいられてもすごく私は嫌かなって、失礼かなって思うんで、まあ本当にこの人手放したくないって思うんだったら別れない方がいいと思いますけど、もう好きかどうか分からないし、手放してもなんか私身軽そうみたいな感じだったら、お別れして違う恋愛、もっと自分がドキドキできたりとかする相手に行った方がいいと思いますね。続いて、ご主人には今でも付き合い当初ぐらい好き好きってなりますか。あ、付き合い当初ぐらい好き好きか。あ、でも
好き好きってなりますね。髪の毛切ってきたりとかしてすっごい似合ってたりとかするとなんかもうすごいドキドキしたりとかするんですよ、未だに。その見かけを見るたびに結構あーもうかっこいいとかって思う時が結構あるのね。やっぱバチバチに決めてる時とか、あすごいかっこいいんですけどって思うから好きなんでしょうね。顔より性格とかって言うけど、まあ、もちろん性格が一番いいかなと思うけど、まあ、性格よし顔よしってなったらもうね嫌いになるあれがね全然ないというか、私の中では旦那のことはすごい好きだなって思います。うん、なんかもう私の人生を変えてくれた人ではあるので、この人に出会ってなかったら私ここ先どうなってたんだろうって思うからね。続いて、彼氏が誰でも優しいってなんか嫌です。あーわかる、なんか優しすぎてもさちょっとムムムってなったりするんだよね。わかるよ、すごいわかる。なんかでもそれ若い時結構あったかもしれない。なんか私以外の人に冷たくしてよみたいなさあったけど、でも人に優しいっていうのはねすごい大事なことなのよ。冷たいか優しいかって言われたら絶対優しい人の方がいいのよ。自分が優しくされて嫌な思いってしないと思うから、これはね我慢するしかない。もう優しいんだなーうーんって、もう優しいな優しいなーって思うことしかできないと思います。ちょっと優しすぎるよあなたみたいな感じで言ったところで本人ははいおよーって感じだと思うから、これは我慢するしかないです。はい、ということで、すごいね、激ゆるな感じでお送りしちゃったんですけど、まあ、たまにはいいかなと思ってやってみました。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。